怪人見つけたぞ、ドクタータモン。いっぱいいた。やばいやばい。あ、卵玉吉お前らはどうするみんな。え、バレてる変身したら。どうするお前ら、ちょっと、教えてくれ、俺に。教えてくれ、565番。頼む、変身するかしないか。決めてくれ、これはわからん。さて、565番は、2番、変身して、戦う。行くぜ、お前ら。お前が相手か。もしかして俺たちがゲネスの戦闘員ゲネソルジャーだと知らないのか。何ゲネソルジャーだと。ゲネこれから嫌というほど教えてやる。覚悟がいいね。行くぞ行くぞ。かっこいい。うわーうわーだせークソだせーひどい。貴様何者だ。お前ら決め台詞も決めてくれよ。初見だぜ。決め台詞お前らどんな決め台詞か決めてくれ。660番頼むぜお前ら。かっこいい決め台詞頼むぞ。さあ660番は3番おちゃらけていくぜお前ら。おちゃらけの決め台詞早くも大人気高知県の高知県にお住まいのカズトくんいつも応援ありがとう。衝動買いは控えめになんだよこいつ。あ、かっこいい。DD ダラモンただいま登場まさか光一くんが DD ダラマンだったの。ゲネゲネやっちまえドンいくぜ。視聴率ちょっと上がったねいくぜ。さて、バトルの開始です。バトルの方法は覚えてるかな。さて、まずは先行後攻を決めよう。DD ダラマン VS ゲネソルジャー。エリナで先行後攻を決めましょう。勝つのは俺。よし。さて、先行攻撃。さあ、パンチ、キックを組み合わせて、敵を殴れ。いくぜ。よし。ほい。さて、パンチ、キックで組み合わせる。さあ、相手はそれに対し、攻撃コマンドに対し、防御コマンドを入れる。ね、同じコマンドを入力できれば、防御成功。しかしコマンド間違えてしまえば防御失敗。敵にダメージが入る。さあダメージ33。よし。さあダメージが入る。よし。さあ残り体力は1です。敵であとちょっと。さて言いましょう。攻守交代。攻撃コマンド。さあ無謀攻撃。さあ攻撃コマンド防御しよう。ね。さあ相手が入力したコマンドを俺が防御する。バツ丸。はい、楽勝。クソ簡単じゃねえか。さてこれで防御成功。ダメージはゼロです。さあこう全部成功するとダメージは食らいません。完璧や。さて逆に攻撃していきましょう。よし。さあ投げてみて。よし。かっこいい。投げ締め。簡単なのは今だけ。本当簡単に来てほしいんだけど、早く。いくぜ。あ、防がれた。うわい。ハイキック締め。ヒューウィン。やだ、素敵。だんだん見てくるとなんかかっこよく見えてきたね、みんな。後々負けそう。見とけ、お前。俺のゲームセンス舐めんなよ。覚えてろー。正体バレたけどいいのかな。グッジャスティスアウト。大丈夫でしたか。おい誰か何とかしてくれ。玉吉起き上がれない。ね、ある意味新しい2話目にしてる正体がバレるヒート。早いね、ほんと。あ、ごめんね。おい、じじい、隣にいるなら何だかしろ。口悪いな、こいつ。かわいい顔した。ひどい怖いな、こいつ。歯抜けとんじゃねえか。何怖い怖い怖い。こっち見んな。何さあ、15分経ったんで CM ですかね、多分。違うか、まだ。それにしても、今噂の DT ダラマンがあなたとは驚いたわ。ところであんた、奴らと本気で戦おうとしとるのかのう。な、お前ら答えてやれよ。俺がどう思ってんのか、760番、決めてくれ。異常性癖がバレたくらい恥ずかしい。な、恥ずかしくねえだろ。さて、かっこよく決めてやろうぜ。さて、760番は、1番。よし、1番。気持ちよく、かっこよく答えてやろうぜ。明快に答える。あいつらの悪事を、このまま放っておけませんから。かっこいい。決意は固いようじゃな。ゲネスについてどれぐらい知っとるんじゃ。いや、ほとんど知らないんですが、あいつら一体何者なんですか？結構上がったんでしょ、いつ。いや、わしの知っとることはこうじゃ。奴らは主要人に数名の幹部、数十体の怪人と数百という数の戦闘品、ゲネソルジャーで構成されておる。ゲネソルジャーって結構倒したいね。その目的は不明。あ、目的分かってないんだ。そして怪人やゲネソルジャーは人間ではないようなのじゃ。人間じゃない？人工生命体、つまり人造人間じゃよ。わしも密かに研究しとったから先を越されたらしい。驚いたとそんなものがあるなんて。人工生命なんだ。はい、じゃあ、すげえな。奴らと戦うならこれを持っとくがいい。あ、必殺技じゃないこれもしかして。何？ホイホイカプセル？これは？必殺技チップじゃ。タッチミーいらっしゃい。あんたの持っとるホースクリスタルにそのチップをはめ込むと封印されとる必殺技が使えるようになるんじゃ。やっとだな。まあ、ホースクリスタルと潜在能力を引き出すというわけじゃな。なんて博士は、そんなことまで知ってるんですか？聞いたんじゃよ。15年前、あんたよりも昔に、この街を守っていた、ヒーロー、ナイトレイドからな。誰だ、ナイトレイドって。そのジッパーは、そいつの忘れ形見みたいなもんじゃ。ありがたく使うんじゃよ。そうだったのか。今わしが持っとるチップを一度に全部やってもいいんじゃが、あんたはヒーローとしてまだまだ未熟じゃ。全部くれよ。必殺技で怪人を倒すことができたら、その力量に合ったチップを与えることにしよう。まあ、チップの使い方について知りたかったらいつでもわしを訪ねてくるんじゃ。すごい話聞いちゃったわね。あ、俺が DT ダラマってことをみんなに秘密にしてくださいね。わかったわ。ニュースにはしないであげる。全部くれよな、ほんとは。でも、ストーカー事件の方は振り出しに戻っちゃったわね。もう一度街に出てみましょう。赤と青ですね。ナイスコンビネーション。どっちもジーパンチック。それじゃあ、失礼します。卵のやつ大丈夫なのかな？また来てくれよ、弥生浩一。なあ。それ DT ってことは秘密にしたよな。DT ダラマって名前ほんと全国ネットで流れてみ？クソ恥ずかしいじゃん、ほんと。さて、また街行くのか。CM ないのかな、今日は。とりあえず、もっと切り込みしないと。短いスカートいいですね。なんだついてきてるぞ。何？あ、何飛んだ？すごい。やよいさんギャグ漫画か。DT ダラマン。通勤時間20分、食住接近、環境良好、あなたに豊かな生活をもたらす住まいをご提供します。好評分譲建設 4LDK、5LDK いいな。秦野建設。俺も住みたい。DT ダラマン。いくらだろうね。ちゃんと住んでいくね。どうしたの？どこ行ったんだろう？今、結城弥生さんが空を飛んだ。きっと隣町のデパートに限定ケーキを買いに行ったんだよ。空を飛んでいくとは考えたわね。すごいね。うやって空飛んだんだろう。右スティックを動かすと首の動きを変えられます。そうなんだ。すごいね。どうでもいいわ。どこ行ったんだろう。さっき空を飛んだのって結城弥生さんじゃなかったか。美人さではうちの神さんの勝ちだが、一発芸では弥生さんの勝ちだな。お前の神さんすごいな。不動産行くのかな。なんだ今のは。人が空が高く飛び上がってどっか飛んでいった。駅前広場のテレビ撮影がある話なんで私聞いてないぞ。どこ行く。チップセットしない。お前ありがとう、ありがとうねえ、ありがいいやつ。ソードインパクトね。遊びしてんな。ソードインパクトね。ニビル製の剣豪アジャターより譲り受けた宇宙剣ムラサメを使い、敵を横一文字に切りつける必殺技だ。すごいなあ、これ人気ゲーム、超人気ゲームだぞお前。知らないの。結城弥生さんに会えて幸せだな。住宅街の歯を飛んでいった。住宅街の方に飛んでいったみたいですね。住宅街行きましょうか。じゃあ今から情報聞けてよかったわ。あと4分行きましょう。住宅街へカモヒア。よし、こんにちは。妹が川に行くって言うからついていったんだな。車だおだけ。もうすぐスーパーの特売が始まるわ。またそれか。立ち見も見てんの。見てますよ一応。よし、おばちゃんしてないの。くそー、ないな。子供が知ってるからな。もしかしたら世の中空飛ぶ人っているみたいです。だけど普通移動手段って言ったら車ですよ。空飛ぶ人駅前広場にいたって話ですけど。いや違うでしょ。住宅街の方飛んできたんじゃないの。リリー、ダラマン覚悟しろ。ダラマン人気になってきた。あれ今変なものは飛んでこなかった。建物の影に見えて見えなくなっちゃった。どこ飛んでいったんだろう。どこ飛んだんだろう。やばい、わかんねえぞ。延長枠だわい。すまんな。貴重な移動シーンでも視聴率下がらない。素晴らしいですね。やばいって、どこ行ったの。兄ちゃん、なんでゴキブリして増えるか知ってるか。それは食べ物を粗末にするからだよ。はあ、恐ろしいや。デリカシーよーくさん。テレパシーがないわーん。ストーカーの心配なんて言うのよ。あんたはストーカーの心配はないわよ。あらんやだ、失礼ね。だってどうすんのこれ。クソゲーなんじゃねえだろお前。クソゲーじゃないぞお前。クソゲーっつうのはクソ面白いゲームの略だからな、覚えとけよ。住宅街にいんのかな。ないぞ。まずいなこれ。どこにいると思うみんな。住宅街の方飛んでいったって。本当にそれ。駅前広場で人が飛んだようです。いや、駅前広場で飛んだのは知ってるけど、どっちの方飛んでいったのかわかんないじゃん。正直言って。もうちょっと人の情報を集めてくるか。いたゴキギキ、ニュースカスターの結城弥生だ。ゴキ気持ち悪い。俺あなたの大ファンなんだ。ゴキ。こっち来ないで。ゴキ。取れないゴキ。立ち見ごめんな。クソキモいんだけど。大丈夫？プレイゴキブリプレイって。お前らそんなのが好きなの？アズニャーン。怪盗ゴキダラじゃねえよ。アズニャンに迫られたいけど、違うだろう、これ。さあ、ゴキニャンこっちの方いますね。捕まえに行きましょう。いた！今いいとこなんだ。外野は黙ってろ、ゴキ。いやー、やめてって。あの女の人、結城弥生さんじゃない？助けに行きなさいよ。なんだあのでっかいゴキブリ。どうすんだ、これ。ゴキブリはでかいゴキブリなのよー。どうすんだこれ。ガキは黙ってるゴキ。あと1分ですね。1分間待っときましょう。イベント起こるまで待っとくんだね。とりあえず歩き回っときましょう。歩き回ると視聴率が増えるんでね。歩き回ります。子供と戯れむときましょう。ウィーダラマンだよー。ゴキブリなのあれがゴキブリですよ皆さん。俺でもね、ここ半年ぐらいゴキブリ見てないな。みんなゴキブリとか、でも、夏にかけて出る季節ですね、ゴキブリ。皆さん、部屋で物食べるのやめましょうね。俺、この前部屋でポテトチップス食べてね、こぼしまくりました。はあ、どうしよう。出たら多分俺放送やばい、叫ぶからね。ごめんな。4年ぐらい見てない。すごいな。ねえ。そう、行きましょう。さあ、ゴキブリタイム。北海道ゴキブリ出ないって本当かね？ねえ、本当なのかな？北海道に移住するか。いいね。ゴキブリ見てないけど、アリがやばい。なんでそんなにいるの？よし。始まり始まり。イベント。太ももを見てる男性リスナー9割。さあ、ゴキサーチ。そう硬くならないで、ゴキゴキ。硬くなってるのは僕の方だけど、ゴキゴキ。よし。気持ち悪い気持ち悪い。どこをやってんだ。なんか生理的に嫌。ゴキゴキゴキ。ちょっと頭にきたゴキ。こうなったら。何？嘘嘘、キモい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 。これゴキブリ。いやいやいや、キモい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 。ちょっとやめろ。かっこいい。これはきついぞ。光一くん。ゴキ、このゴキサーチさんの趣味を邪魔するんだ。ゴキゴキ、あー気持ち悪い。行くぜ、お前ら変身。本日2回目の変身。さあ行くぜ、かっこいいポーズ。イヤーホー。だっせー。やばいなこの格好。ゴキブリさ全部やっつける。弾き飛ばすぜ。ギギギ生意気ゴキ。なんだ何？ドクタータモンの場所が分かった。ゴキ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 。俺は休養ができた。ゴキ、お前の相手はこいつらがやる。ゴキじゃんの。待て。さあバトルスタート。逃げられたね。タモンか。早く追いつかないと。行くぞ。立ち見とかふざけるなよリリダラマン。ごめんね。ごめんね立ち見か。よし。かっこいいよね、いちいちこいつのセリフが。さあ、連打するぜ。うわーりゃーん。一旦で殺してやるぜ。いくぜ。おい、吹っ飛べ。検証炎じゃねえよ。大丈夫だ、すの。必殺技でフィニッシュだ。必殺技の方法を教えてください。どうすんだ、必殺技。あ、一旦で殺しちゃったか。あ、残った1。必殺技どうやるのみんな。覚えてる？やばいやばいやばい。1.5 倍でコマンド入力してくんだ、こいつら。さあ、防御コマンド発生。バツ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 、丸丸丸丸丸丸丸。あ、3まで減らすの？そんな減らねえんだけど。自分の体力が3以下になったらやんのだ。くっそー。だってボス戦でやろうぜ、それは。ボス戦で。スーパーキックタイム。俺の足は先良いな。わざと負けるんだ。死にさらせい。1回以外全部失敗してんじゃねえか、こいつ。かっこいい。ウィン。タモン博士が危ない。今すぐ行こう。いや、次の試合わざとダメージ食らって必殺技見てみようぜ。ヤエさん大丈夫ですか？お、見えそう見えそう。なんとか。私のことはいいから早くゴキサーチを追って。ヘア見えそう。セーブしておこうぜ。了解だ。変身解いてる。さあ、マップ解いていきましょう。相手の必殺技防いでからの方が盛り上がらないかな。そうだな。必殺技防いでからやろうか。いいですね、お前。分かってんじゃねえか。相手の必殺技を避けて、こっちで必殺技決めるっていう。最高にかっこいい展開じゃん。ねえ。いくぜ。でも俺上手いからな、一瞬で倒してあげてほしいんねえな。ごめんな、上手かったら。それで、町外れの予感、行こう。博士が待ってる。ゴキと俺の肝勝負。おい、どうするから。あ、子供投げる、大丈夫かい？どうしたんだい？お姉ちゃん、僕鬼ごっこやめたいけど勝てないの。鬼やだ、だから僕の代わりに5人捕まえて。任せろ。やる暇ないんだけどな、捕まえてあげよう、じゃあ。1人目、2人目、3人目。何してんだろう、俺。4人目、4人抱きつかせて、女の子抱き抱き、男の子はお仕置きだ。ふぅ、全員捕まえた。いやーってコナンくんいるじゃねえか。コナンくんの2匹キャラもいるじゃん。さあ、視聴率上げて、行きましょう。ただの博士の家。悪い子はこっちいらっしゃいませ。卵だろう。高一なんのようだ。じじいならうろうろしてる。パンチキックイカ略だぞ。で、つなげるといいノックだぞ。投げ技に弱いとかあるぞ。イカ略だぞ。じじいいるじゃん。あと4分じゃん。なあ、必殺技で倒してこい。なあ、それ必殺技はそういやボスクラスの怪人にしか使えないっていう、ね、見ましたね、それは。なんでちょっと